なんだかんだ芸人さん好きなのよ。そうか。でバラエティ番組すごい見てるのもあって、あ、お笑い好きな子なんだなこの子とは思ってたのさ。ギャグとかやるんだ。やるなよ。レボリューション。レボリューション。あ、ゴージャス？レボリューション。大丈夫大丈夫。大丈夫だよ。本気で本気で本気で。みんなが言ってるから。渡辺梨香は今年変わるんだろ。そう。よしじゃあ行こう。渡辺梨香のゴージャス。ゴージャス渡辺ね。うん。頑張れ。うん。大丈夫だよ。いいよいいよ。こんな一回やったら楽になんだよ。そう。私がかけないとやらないんです。あ、なんかきっかけがあるんだ。志田の振りがある。振りがあってなんだ。なるほど。じゃあ志田さんの振りからですね、はい、それではよろしくお願いします。いくよ。君のハートにレボリューション。いいじゃん、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 リカいいじゃん、いいですね。声もちょっと似せてたじゃん。いいよ。すごいなんか一つになったよ、ね、この番組である。メンバーだけじゃないよ、セットのラのスタッフも拍手してんだ。おお、すごいよ。大人たちが大人たちが本当の姿を見せてくれたっつって。聞こえましたね、殻のこの割れる音が。そうですよ。バキ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 っていう。いや、よかったよかった。こんなんいいよ。こういうのやっぱ大事だもんね。そうですね。こういうので一歩ずつ進んでいけばいいんだもん。そうですね。さあ、それでは、はい、土屋さん、はい、今週はどうしましょうか。誰に締めていただきましょうか。もちろん渡辺梨香です。なるほど、渡辺梨香に締めていただきたいと思います。最後最後の締めでね、分かりますよね。さあ、それでは渡辺梨香の一言で今週お別れしたいと思います。お願いします。君のハートにレボリューション。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。だるまさんが芸人のゴージャスになった。オッケー、渡辺梨香オッケー。お見事ですね。お前だけちゃんとしたからレボリューション。オッケー、オッケー。二人もレボリューション坊主でしたね。森吉さんはやる途中レボのとこですか。リューション前ってことですか。はい。原田さんは、原田がごめんなさい、わかんない。あ、ね、ってことはあれ、ゴージャスはいかんかったの。あ、行ってないです。行ってないんだ。そうなんだ。ゴージャスさんがですね、ちょっと残念ながらスケジュールがちょっと合わずということで、あ、本当ロケできなかったんですって。いや、会いたいよね。会いたいです。会いたい、ね、一番会いたいでしょ今。行ってきなよロケ。これオンエアね、差し込みはいいし。あ、確かにね。こっからオンエアまでの期間で空いてるスケジュール多分なんとかなって。行ける？行きたいね。お、お、じゃあもしスケジュールが合えば、ね、ね、ぜひ。渡辺梨香一人で行くってなるとあいつに迷惑かけることになるからね。この後渡辺梨香がゴージャスと初対面。なんかない。この番組はソニーミュージックの提供でお送りしました。はい、あ、どうも。はじめまして。はじめまして。欅坂46の渡辺梨香です。あ、はい、渡辺梨香さん、どうも。4月6日に、うん、はい、デビューシングルが、ほう、発売されるので、はい、テレビやラジオで、うん、広めていただけたら嬉しいです。はい、そうなんですか。あ、そうなんですか。お願いします。こちら4月6日水曜日発売決定。わざわざありがとうございます。ありがとうございます。はい、お、ね、これ、ね、すごい歴史的な日かもしれないね、これね。はい、うん。うん。あ、どうも。大丈夫かな、うん、うん。大丈夫。はい。なんかない。なんかないかな。うん。はい。これは何ですか、これは。お手紙。お手紙、土屋さん。あ、土屋さんからの、はい、手紙。はい。手紙の内容は一緒にレボリューションをやってあげてというもの。
一回やってもらっていいですかね、はい、はい、君のハートにレボリューション。ちょっとアレンジ加わってねちょっとアレンジ加わってるんですか。あ、そん結構弾けるんだね。ジャンピング、ジャンピングレボリューション流派が分かれるな、うん、ここで本家にお手本を見せてもらうことに。ワンツー、君のハートにレボリューション。これ本家一緒にやります。はい、一緒にレボリューション、うん、ということでコラボでレボリューション。ワンツー、君のハートにレボリューション。決まったねと、ここでゴージャスさんからアドバイスが。地名ネタとかも分かるのかな。分かる、まだ助かる、マダガスカル、それここマダガスカル、こういうのも使っていくとトークとかうまい具合に逃げられるからなんとサイン入りの地球儀までいただけることに。ゴージャスさん、これからもよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、渡辺梨香です。今日は初の単独ライブなので本気のレボリューションをやりたいと思います。せーのって言ったら君のハートにって言ってください。せーの、君のレボリューション。リカお願い、君のハートにレボリューション。あれだからよ、いいね、ちょっと待って、いいね、いや、それできてなんで喋れないだから我々も謎なんですよ、複雑なんですね、うん、こっちの方がね、ちょっと勇気いるよ、勇気いるの、だから別にそれちょっと一回おはようございますじゃなくて、おはようございますってちょっと声、あのワントーン高く、ちょっと一回来たね、ちょっと今難しいとこで入ったよ、今難しい、今すごいね、いや、もうね、あの我々視界が分かれていいと思う、もう、邪魔なのよやるときはスッとやれ、すごいちょっと勇気、最終的にもう飛ぶ、飛ぶ、こんな時に俺がちょっと待ってって言ったら、またできれば進行の妨げにならない自然な感じでお願いします。ゴージャスが好きなんで、おー、ゴージャス、はい、うん、よし、だが言ってくれるよ。君のハートにレボリューション。急だな、急だな、これだけできる、急だね、レボリューションできるのね、これだけは大きな声出すけど。あ、そう、うん、え、好きな食べ物は。お肉。あ、ちっちゃいね、これね、これ君のハートにレボリューション。すごいな、これだけは、これ鍛えられてるの、これだけはいける、あ、そう、うん、ちゃかちゃかちゃかピーン、あ、あ、これは小さい、これは小さい、ここはダメ、できんのが好きなと思ってピーン、知ってますから渡辺さん、渡辺さん、渡辺梨香さんでいらっしゃいますよね、ええ、渡辺梨香さん、はい、君のハートにレボリューション。あ、すごい、ええ、本当に知ってる、全て勉強しておりますんで。あ、一番は誰いきますか。私、渡辺梨香さんが大好きで、あのレボリューションを一緒にやってほしいです。梨香は別に梨香のやつじゃないからそもそもでもそんなにやる風じゃない二人がレボリューションやるんだコツをちょっと梨香の方から教えてあげていい、もらっていい、ジャンピングレボリューション。ジャンピングレボリューション。なんか技名がついてんの？ジャンピングレボリューション。飛んで。飛んで。どうした？足離れなくなっちゃった。これどうすんだっけ？誰、振りがあった方がいいの、ね、誰かから。君のハートにも誰が言う？じゃあシダ。シダが言うか。この振りはやっぱシダだからね。じゃあシダ、はい、お願いします。君のハートにレボリューション。いいんじゃない。ああ、いいね。いいんじゃない。これ、ああ、ありがとうございます。よかったですって。すいません、ありがとう、私のレボリューションやってくれて、ありがとねって。これからも広めてね、レボリューション。